皆さんこんにちは。マルチタレントとして活躍していた松井和代さん。細かい部分の掃除に便利な棒状の掃除用具、通称松井棒を開発しまして、一時期ブームとなりましたが、現在はピタリとその姿を見なくなった松井和代さんは何をしているのでしょう。今回はそんな松井和代さんの熟年離婚、子供、性癖等の噂をお伝えしていこうと思います。松井和代さんの経歴ですが、芸能界デビューする前に1973年16歳の頃に新聞の求人募集で見つけた京都のモデル事務所のオーディションを受け、モデルとしての活動をスタートしています。関西ではトップモデルだったようで、10代で航空会社のイメージキャラクターを務めていました。その後、松井和代さんは1979年に日本初の深夜お色気番組 11PM に出演し、芸能界デビューしまして、同番組では作家で司会者の藤本義和さんのアシスタントとして4年間にわたり同番組に出演していました。1981年にはテレビドラマ源之助夜直し帳に出演し、女優デビューを飾りまして、数々の映画やドラマに出演されています。1986年に松井和代さんが29歳の時には DC ブランドパーソンズの経営者をしてました岩崎隆也さんと結婚しました。もともと岩崎さんが松井和代さんの大ファンで、岩崎さんは松井和代さんのことを必ず自分の妻にすると周りに話をしていたほど溺愛していたそうです。松井和代さんは1990年1月に長男を出産しまして、1996年に離婚しました。2001年6月5日に俳優の船越英一郎さんと再婚されて、2006年11月には理想の夫婦の証であるパートナーオブザギア06に松井和代さんと船越英一郎さんが選出され表彰されました。おしどり夫婦と思われていた松井和代さんと船越英一郎さんですが、2017年12月に離婚しています。船越英一郎さんとの離婚のきっかけは、2010年3月に船越英一郎さんが脚本家の大宮エリーさんと番組で共演した際に意気投合し、船越英一郎さんと大宮エリーさんと船越英一郎さんの事務所関係者を含めた4名で会食しました。京都市内のホテルで4名が別々の部屋に泊まったそうですが、わざわざ京都に来てくれた大宮エリーさんに対し、船越英一郎さんがお礼に交通費を渡したところ、大宮エリーさんが船越英一郎さん宛にお礼状を送り、その手紙には末永く仲良くしてくださいなどと書かれていまして、それを読んだ松井和代さんが不倫を疑い激怒してしまいました。フジテレビのミスターサンデーによると、大宮エリーさんは北海道函館市内のイベント終了後、報道陣から船越との男女の関係を問われましたが、ないよ、あるわけないじゃんと断言したそうです。また大宮エリーさんの所属事務所はホームページで、私どもと本人とのすり合わせの結果、事実誤認甚だしく大変迷惑な話とのコメントを発表したそうです。それでも怒りが収まらず、松井和代さんは自宅にある船越英一郎さんの荷物をすべて放り出し、それまで船越英一郎さんの部屋だった地下室はリフォームして潰してしまったそうです。帰る家を失った船越英一郎さんはしばらくホテル暮らしをしていたそうですが、2011年に別宅マンションを購入し、それから松井和代さんとの別居生活が始まります。2015年11月には船越英一郎さんが松井和代さんに離婚を切り出しましたが、松井和代さんは離婚に応じず自殺未遂騒動を起こしてしまい、一時期ブログも休止してしまいます。2017年5月には船越英一郎さんとハワイ在住女性との不倫を疑った松井和代さんが週刊誌に情報提供し、女性記者と一緒にハワイに渡ったこともあったそうです。それ以外にも松井和代さんが船越英一郎さんの不倫疑惑についての動画を YouTube に投稿するなどして世間を賑わす大ニュースになりました。それに対して2017年9月に船越英一郎さんが松井和代さんを名誉毀損で刑事告訴し、大変な騒動に発展します。この件については松井和代さんが深く反省し、
二度と同じようなことは行わないと確約したことから、起訴猶予処分となっています。そして2017年12月、離婚調停が成立しましたが、慰謝料や財産分与はなく、船越英一郎さんが建築費の一部を負担した自宅は、松井和代さんが船越英一郎さんの持ち分を買い取ることになったそうです。松井和代さんは離婚後の会見で、勝ち取った、夢が叶った、と発言したそうです。次に松井和代さんの子供との噂について紹介します。松井和代さんには一人目の夫との間に、息子が一人いまして、龍一さんは1990年1月生まれで、2024年8月時点で34歳になられています。龍一さんは大学卒業後、大手企業 GMO に入社し、2018年6月に株式会社ギークワーク S を設立、代表取締役に就任しました。また、龍一さんは調理師免許も持っていまして、レシピアプリ、ペッコの企画運営も手掛けるなど若くして、素晴らしい実績を上げています。松井和代さんと船越英一郎さんとの離婚後、息子の龍一さんは船越英一郎さんと養子縁組をし、龍一さんは船越姓を名乗っています。そのことが松井和代さんと龍一さんとの間の絶縁トラブルの原因ではないかと言われてまして、船越英一郎さんは龍一さんの実の父親ではありませんが、龍一さんが会社を設立する際などにも船越英一郎さんは、よく相談に乗るなど親身になってくれていたそうです。そのようなことから龍一さんは船越英一郎さんを尊敬して信頼していました。上記のような経緯はありますが、離婚したのに未だに龍一さんが船越姓を名乗り、養子縁組が解消されていないことに対して、松井和代さんは疑問を持っていまして、そのことがきっかけで松井和代さんと息子の龍一さんとの関係が断絶してしまったようです。しかしそんな状況の中でも、松井和代さんは自身のブログの中でたびたび息子の龍一さんに関する話をして、ニューヨークにある自宅に龍一さんの写真を飾っていたりと、息子さんを気にかけている様子が伝わってきます。次に松井和代さんの性癖等の噂について紹介します。松井和代さんは過去にこのようなことを語ったようで、船越は2008年から勃起不全でした。でも私は彼を本当に愛していましたので、夫婦生活がなくったって手をつないで、寝ているだけで幸せでした。続けてこのようなことも語っていたようです。でも私は大変なことを知ったんです。2015年の春からです。夫の船越英一郎は皆さん、バイアグラってご覧になったことありますか？これです。厚生省で日本で許可が出ているのは50ミリです。彼が飲んでいるのはその倍です。日本で許可が出ていない100ミリのバイアグラを頻繁に使ってセックスしているのです。なんと船越英一郎さんは日本では販売されていない100ミリのバイアグラを頻繁に使っていたと語っていまして、もともと勃起不全なので、そこまで長時間ではないかもしれませんが、それを使ってもセックスのしたかったのではと思われます。その他にも、松井和代さんは週刊誌で船越英一郎さんについて言及し、彼、カツラですから。カツラだと、行為中に動くと、ずれちゃうでしょ。と暴露を連発したそうです。船越英一郎さんとの離婚騒動が泥沼化する中、いろいろな爆弾発言をしていた松井和代さんですが、ある時はこんな発言をして国民を驚かせたそうです。どうやら船越英一郎さんはカツラを使用して、セックス中にずれてしまうことを暴露したようです。カツラとはいえ、芸能人である船越英一郎さんですから、チープなカツラの可能性は低いと思われ、それなりにちゃんとしたカツラを使用していたはずが、それにもかかわらずセックス中にずれてしまうということは、それだけ松井和代さんとのセックスが激しかったことを、物語っているのではないでしょうか。若い頃から濡れ場を演じていた松井和代さんと、バイアグラを使うほど性欲がある船越英一郎さんですから、激しく濃厚なセックスだったのではと思われます。最後に松井和代さんは現在はニューヨークに移住し、実業家として活動しているようです。以前の騒動が解決し、ニューヨークで新たなキャリアを築いているようです。いかがでしたでしょうか。今回はそんな松井和代さんの熟年離婚、子供、性癖等の噂についてをお伝えしました。最後まで動画をご視聴いただき、
ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。